コンセプトメイキングをしている人は自分の感覚だけで作ってしまっているというのはこれはまあ一体コンセプトメーカーですね。結論、そのコンセプトが正しいかどうかっていうのを理解するための9個の質問があるんですよ。時は令和ビジネス戦国時代、ビジネスの常識をバッサバッサ叩き、マーケティング侍の非常識なビジネストーク。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的に今すぐ使えるマーケティングをシェアしていきたいと思います。はい、先生今日もよろしくお願いします。最近思ってることがありまして。何でしょう？もうあの痛いコンセプト作る人って多すぎません？それはまあホイミンというコンセプトもそうかもしれませんね。痛いです。ブーメランで帰ってきてるけど。いや、大丈夫？僕痛いですか？ホイミンって某ゲームの名前から使ってる段階で痛いというか商標の問題とかなんかいろいろとややこしいので本当は使わないでもらいたいっていうチャンネルで。確かにそうです、ね、危ないんですけど。そして僕も含めてなんですけど、僕の周りにもこうやっぱそういう人って多いなと思って。例えば偏見かもしれないんですけど、女性起業家とか多くないですか？ああ、なるほどね。はい。え、それやるみたいな、そのコンセプトになるのどうやってなったのみたいな。具体的には、え、例えばですか？うん、例えば腸活して美人になって多くの人から愛されるみたいな、ふわっとしてるような。ああ、なるほどね。はい、ズバリですね、じゃあそのホイミン君の回答に答えましょう。で、実際ですね、痛いコンセプトメイキングをしている人があまりにも多いんですね。めちゃくちゃ多いですね。コンセプトメイキングと言いつつ全く勘違いしたコンセプトを作って、じゃあこの商品サービスを売りたいんだけどどうしたらいいですかっていう相談は私の元にも数多く寄せられております。結果から言うと、もうそれやめましょうって話になるんですが、今日はですね、この痛いコンセプトとは一体何なのか、でこんなコンセプトやってたら間違いだよっていうところも含めてですね、少し分かりやすく解説していきましょう。まずそもそもの話からいきますね。痛いコンセプトとは一体何なのかという話が、まあ、この定義付けから重要だと思っているので、結論から言いますね。痛いコンセプトっていうのは PR ありきで仕掛けるコンセプトです。PR ありき、うん、PR っていうのは、はい、簡単に言えば、まあ、認知を取りに行くっていう話になってくるのね。パブリックリレーションです、はい、認知を取りに行って、そうやって、まあ、ブランディングを作っていければ勝てるんじゃないかと、まあ、つまり知名度が上がれば勝てるよねという話になってるんですよ。はい、例えば大手がやってるコンセプトメイキングっていうのは、もう一言で言ってしまうと PR 戦略とか知名度、ブランディングありきのコンセプトを使うことが多い。うん、ただし中小企業とか個人企業家っていうのは真逆なんですね。まあ、大手みたいに予算があるわけでもないし、ブランディングがあるわけでも知名度があるわけでもない。だから大手がやってるようなコンセプトメイキングの仕方をやってしまったら、本来だったら勝てないんですよ。大手と真似するなってことですか？まあ、真似をしてはいけないですね。あ、もっと一言で言ってしまうと、本来のコンセプトメイキング、特に中小企業、個人企業が、この動画を見ている皆さんが考えなければいけないのは、PR や認知、そういったものが不要で売れるものでなければいけないと。じゃあ、まあ、なんとなくなんか分かるような分かんないようなという方もいらっしゃると思うので、一言で言いますね。中小企業、我々はですね、もうパッと一目で見て、それが欲しいと思われる商品を作れるかどうか、言い方を変えると、説明不要で売れる商品なのかどうかっていうのが重要になってくるんですね。ここがコンセプトメイキングと一言言っても、大手と中小企業の大きな差なんですよ。大手はパッと見なんだかよくわからないけども、やたらテレビ CM をやっている、やたらインフルエンサーや芸能人が使っている、みんなが使ってるからいいものに違いないといった、いわゆる認知で勝ってしまったという場合もあるんですけど、中小企業はそんなお金かけられないんで正直ね。だからもう認知を取る戦略は使えないんですよね。まあ、認知を取って広げていく戦略は正直重たい。だからこそ説明不要でパッと一目で欲しいと思われる商品サービスなのかどうかっていうことが鍵になってくるんですけども、じゃあ具体的な例を出していきましょうかね。はい、大手を筆頭に PR ありきでコンセプトを作っていく例で、これで、まあ、個人とか中小企業が間違えているもので言うと、まさに今、ホイミン君が言ったですね、まあ、腸活×美人になる、しかも愛されるみたいな、なんか、いろいろとですね、やりたいこと、実現したいことを全てくっつけてしまう人、これ分かりやすい例だと思うんですね。まさに例出しますけど、腸活をすると美人になり、多くの人から愛される。もう、くっつけまくりました、みたいな。さらに、運気が上がりますとかね。腸活をすると美人になり、多くの人から愛されて、しかも運気も上がっていきますみたいな。よくわからないんですけども、なんか自分の実現したいことを全部くっつけてしまったと。確かに女性起業家、このタイプが非常に多いですね。まあ、別に女性起業家を否定しているわけではないんですけど、確かに聞いてみると、私のやりたかったことはっていうことが説明をされる方が多いんですよ。
深掘りしてみるとね、まあ腸活をすると確かにそれで肌ツヤとか良くなって、肌ツヤが良くなることによって周りの人からも可愛くなったね、美しくなったね、振り向いてくれる人が増えてくると。だから愛されるし、そうやって愛されるとポジティブになって、ポジティブになることによってそのいい運気を引き寄せると。まあ言ってることは分かると。ただ今の説明どれだけ進め私しましたって話だ。結構説明したでしょ。はい、大切なのは一言で説明ができるかどうか、というか今みたいな説明がなくても売れるかどうかがポイントなんですね。皆さんがコンセプトを考える時のゴールとして、もうこんなのもパッと見たら欲しいでしょ、説明なんかいらなくても欲しいでしょ、仮に説明があっても一言だけ説明したら欲しいよねっていうものであるかどうかってことが重要になってくるんですよ。人はパッと見で理解できるものしかわからなければ、一言で理解される言葉で説明できないものは全てもうこれはもうコンセプトと言いません、難しいってなってくると、じゃあまず何をしたらいいんですかって、もう前提としては絞りなさいって話をするんですね、はい、たくさんのものをくっつけていけばいくほど複雑な説明が必要になってくる。じゃあマーケティング侍はっていうと、マーケティング侍のこの YouTube チャンネル一番最初に冒頭で説明してるんですよ。このチャンネルでは実践で今すぐ使えるマーケティングをシェアしていきますって言ってますよね、うん、もう実践で今すぐ使えるマーケティングというのがコンセプトなわけなんですね、うん、もうすごいシンプル。今実践でマーケティングをやろうと、だからマーケティングを実際やりましょう。マーケティングの話も抽象度が高いものであったりとか、マクロな視点でのマーケティングっていうのも多々あるんですけども、まあおそらくこのチャンネルを見てる人は今この瞬間にすぐに使えてすぐに結果が出るようなマーケティングっていうのを探している方が非常に多い。なんならばその実践で今すぐ使えるってことが前提になってるからなんですよ。まあ、こんなのはまあ説明しなくても、私が毎回ね、まあ、冒頭で言ってる、今すぐ実践で使えるマーケティングをシェアしていきます。もうこれもシンプルに分かりやすく一言で、誰が聞いても、ああ、そうだよねってなる。だから分かりやすいコンセプトだったりするわけ。でもね、まあ実際のところを言うと、じゃあこのマーケティングっていう言葉だけで言ったら、もちろんね、マクロなマーケティングも教えていきたいし、ミクロな視点でのマーケティングであったりとか、マーケティングでも集客ブランディング、さらにはコンセプトメイキング、もっと幅広く言うと SNS 戦略であったりとか PR 戦略とか、もうたくさんあるんだよね。それらを全部説明していくと、コンセプトっていうか、なんかもう、わけわからんです。なんでしょう。なんでもドンみたいな。なんでもドンみたいな。だから、なんでもドンは売れないので、まず絞りましょうって話をしてるわけですよ。私のこのマーケティング侍のどの動画を見ても、おそらくね、まあ、絞りましょうって話は出てきてると思うんですね。初心者は絞る。まあ、これが前提ですと。じゃあ何で絞っていくんですかっていうと、これも他の動画で言っていますが、ジャンルか人か地域で絞っていくのが、まあ、一番わかりやすいですね。特に、ジャンルとか人で絞っていくっていうのは、まあ、その中でも簡単なので、まずこのあたりからお勧めしていきます。まあ、人で絞るんだったら、ターゲットは誰ですかと。ターゲットを、じゃあ、例えば、私たちの商品は、20代、30代向けの化粧品を作ってます。これまだ広いんですね。20代、30代じゃなく、じゃあ20代の、さらに、韓流が好きです、みたいな、そこまで絞ってます。さらに韓流が好きで、もうメンヘラで歌舞伎町にいそうな、もう20代の女性をターゲットにしてますと。まあ、普段はコンカフェで働いている。まあ、ここまで絞っていくんですね。対象者で言うと。コンカフェ女子で、地雷系メイクが好きな人のための化粧品とかになってくると、だいぶ絞られてくるでしょ、はい、ターゲット、まあ、人に絞ってる、うん、でジャンルっていうのはですね、よく例に出すんですけども、じゃあ例えばパン屋さんをやりますと、じゃあパンはパンでもいろんなパンがあるから、どのパンにしますかとね、うん、食パン専門店、あんパン専門店、分かりやすいよね。そこまで絞っていくと。かつこの後でも説明するんですけども、絞っていったのはいいんだけども、その絞った内容を他の人がすでにやっているという場合なので、ああ確かにね、よし、はい、もうリュウ先生のチャンネルを見て、私はアンパン屋さんを作りました。ちょっと待って、俺もアンパン屋やってんやけどみたいになったら待って、アンパン屋、僕もやってますみたいな、あ、またアンパン屋、私もあ、アンパン屋だらけ。これはですね、コンセプトとしては弱いんですよ、うん、だから最終的に絞った上で他のライバルがやってるかどうかっていうところの戦いになってくるわけ、はあ、まあ、何度もこのチャンネルで説明してるんですけども、ビジネスっていうのは需要ある供給なんですよ。釣り堀があって、そこにお魚さんがいっぱいいますと。はい、そのお魚さんを釣り人がみんなが釣り上げてる状態。で、コンセプトっていうのは、自分たちだけが圧倒的に買える。つまり釣り人は一人しかいません。でも魚はいっぱいいるような状態ですっていうのを作るまでがコンセプト。じゃあ、もうアンパンまで絞ったのいいけども、なんかアンパンって言ってる人たくさんいる。どうしよう。はい、ここでどうしようってなってきた時に、大切なのが目新しさという話になってくるんですね。はい、まあ、アンパンはもうみんなやってるから、もうアンパンはもうダメだと、うん、まず前提としてみんながやっていないもので絞れるものは何なのかって考えていくんですね、はいはい、じゃあここでホイミン君が考えましたと、はい、そうですね、わ、うん、かりました、僕すごいもの絞りましたよ、絶対僕しかやってないものがあります、うん、それは何かというと、ミミズ肉だけで作られたミミズ肉パンを作りましたと。もうこれ唯一無二ですと、ミミズの肉だけで作ったパンね、昔ね、某ハンバーガーチェーンでも、その肉はミミズの肉を使ってるみたいな話があったでしょ、はい、それを体現したんです。どうですか皆さん、ミミズの肉が入ってるパン、どう、確かにあなたしか作ってないよと、はい、でもポイントなのは、
それを欲しいと思う人がどれだけいるのいるんですかって話になってくるわけ。これ欲しいと思う人いないですね。そう、他に誰もやっていないけどプラスアルファでみんなが求めてるという商品が完成すれば、まあ、これは素晴らしいコンセプトなんですよ、うん、マーケティング侍もマーケティング系のチャンネルとかポロポロやってる人はいたんですね。ただ私はまあいろんな経営者の方々と話をしてた時に、実際に理論を学んでも使えないから現場で今すぐ使えるマーケティングが欲しいという話が多かったんですよ。でこのニーズ、まあ、求めてる人は多いものの、はい、実際やってる人はいないよね、うん、じゃあ私がやりましょうかねという風になっただけなんです、はい、求めてる人は多いでも誰もやっていない、うん、この2つが掛け算された時に皆さんのコンセプトは完成するわけなんですよ、うん、非常にシンプルなんだけどそこにたどり着くまでにはいくつかの思考パターンを持たなければいけない、うん、ということで実際コンセプトの作り方の話もしていきたいんですけど、その前にね、まあ、これちょっと後でコンセプトの作り方の話をしていくんですが、はい、もうちょっと痛いコンセプト作りをしている人の話を深掘りしてからいこうか、はい、痛いコンセプト作り、まあ、先ほども言いましたが認知ありきで勝負をしていくって話をしておりましたよね、うん、大手の戦略ですよそれは、とだからいろんなものをくっつけていってもう何も絞らずに腸活ができたら美人になって他の人から愛されて、しかも愛されることで運気も上がると、こんなもういろんなものくっつけまくったらもうなんだかよくわからない、でもどうしてもそれでもやりたいという方がいらっしゃるんですね。私は話をしてみるとですね、でも龍先生私はどうしてもそれだけは譲れないんですと、ね、私がどれだけ言っても譲ってくれない、わかりましたと、その場合どうしても無理だったらどうすればいいのかと、はい、一応方法としてはあります。それは何かというとコピーライティングの力で一言で分かるものに作り変えるという方法があります。例えば先ほどの腸活をしたら綺麗になって他の人から、ね、声かけられてモテるようになりましたみたいな話があったじゃん、うん、そうするとコピーで一言で分かるって話になってくると愛される腸活みたいなワードを作るんだよ。ほう、まあ、いわゆる枕言葉的な、まあ、本のタイトルになるような言葉を作るの、はい、愛される腸活、そうするとえ何それとはなるでしょ。確かになります。確かに何だろうその愛される腸活っていうのに興味付けはできるのね、はい、うんうん、というふうに、まあ、コピーライティングの力で無理やり一つの枕言葉を作り、まあ、キャッチコピーを作り、うん、何やら聞いたことがないけど面白そうだっていうふうに思わせるってことはマーケティング的には可能なんですよ、うん、とは言っても愛される腸活って何ですかって言われた時に説明が結局出るじゃん。はい、その説明が結構やっぱ長々となってしまう、うん、なんとなくイメージつくる愛される腸活、なんか腸活したら愛されるのみたいな、ちょっとなんとなくイメージはつくんだけども、やはりこれはもうどうしてもな、もう最終技なんですね。コピーライティングの力で無理やりワードを作るっていうのは、うん、この戦略でやってもいいんですけども、やはりですねマーケティング戦略的には難易度があります。なぜならばまあ、認知が必要なんですね。聞いたことがない言葉になってくるんで興味付けまではできる、でもそこから先までの購入まで持っていくとかになってくるとやっぱなかなかハードルが高くなってくるんですよ。コピーライティングの力で無理やり持っていくことはできるけども、再三言いますが認知を取らなければいけない、つまり PR 戦略を練る必要があると、まあ、ということでですね、もうこの認知ありきのコンセプトはもう全て私の中では痛いコンセプトという位置づけになります、まあ、特に中小企業とか個人企業家はね。じゃあ別の例で言うと、本人は面白いと思ってるけど世間的には理解ができない、まあ、要は寒いと思ってるもの、はい、まあ、例で言えばね、広島という名の讃岐うどん、うん、まあ今うんってなったでしょはい、なりました。これ結構ねつける人いるのよね、はあ、なんかこれ面白くねみたいな、こう社長の感覚で、うん、広島という名の讃岐うどん作りましたみたいな、はい、一見するとすごい面白い、うん、ね、広島という名の讃岐うどんと、私はまあ香川県出身なんでそんな名前を付けられたのも意味がわからないとなるんですけども、もしかしたら、ね、はい、社長の考えわかりますよ、多分あるんですよ裏の背景として、その人がね、まあ、讃岐うどん好きなんだけども広島で得た、じゃあ例えば広島風お好み焼きの発想とかも得て、ただのうどんじゃなくて広島風お好み焼きのエッセンスを抽出して掛け算した新しい讃岐うどんを作りましたみたいな、多分あるんですね、うん、その人の中ではあるんですよ、そういった裏の背景が、はい、ただし今みたいな話をですね、一般人はやっぱ理解ができないですよ。聞いたこともないし見たこともない商品って理解できますかって話、はい、いやできないっす。ここでポイントになってくるのが、何かしら商品サービスを打ち出した時に人はですね、少しでもそれに触れたことがある理解ができるものじゃないとイメージができない、うん、iPhone はなぜ流行ったのかね、うん、iPhone が一番最初に出た時に、はい、人々はもう触れていたんです。まず iPhone っていうのは電話とミュージックプレイヤーの重ね技でできたじゃないですか、まあ、最初 iPod っていうのが出ましたよね。 iPod が出てで音楽を持ち運べる、そういったミュージックプレイヤーがありますと、で電話、どっちもみんな知ってるでしょ、うん、どっちもみんな知ってるからわーすごいっていう風になったわけなんですよ、うん、でも iPhone とかスマートフォンで実際使ったらみんなわかると思うんですけど、そんな機能よりもアプリの方がすごくないですか。
あ、確かに。ね、はい。今誰もさ、スマートフォンでミュージックプレイヤーがついてるんだぜとか言わなくない？言わないよね。言わないっす。どっちかっていうとスマートフォンって言ったら大抵の人がアプリが使える便利なものって思ってるはずなんです、ね。はい。でも、アプリが使える便利なものっていうのを一番最初に歌っていたらどうなっていたか。多分誰も理解できないですよ。なるほど。アプリって何ですかみたいな。そうですよね。前はアプリって言葉自体分かんなかったです。誰も分からないものとか誰もイメージができないものっていうのは基本的に広がらないし、これはコンセプトと言いません。なのでアップルっていうのは一番最初にやったのはみんながイメージができるミュージックプレイヤーと電話というこの2つが組み合わさったものという押し出し方をしたわけなんですよ、うん、でそこから最初そんな2つが合体してるんだったらすごいものに違いないとゲットしたらアプリというなんかすごい便利なものがあった。そしてアプリという認識が広がったんですね。先ほどの広島という名のさぬきうどんという話をするともうわけわからんになるんですよ、うんうんうん、サルキうどんはわかるよ。でも広島って何なんだろう、はい、そうするとですね絶対出てくるのが、あ、広島っていう名前がダメなんだったら広島風お好み焼きサルキうどんっていうのがいいんじゃないですかと言い出すんですね。広島風お好み焼きわかりますと、サルキうどんわかりましたと、はい、その2つが組み合ってると想像できるかって話なんです。ちょっと全くわかんないです。 なんだろうというねえ、ことになってくるんですね、はい、もちろんじゃあ今言ったものが流行るか流行らないか、つまりそれがヒットするかどうかっていうのはやってみないとわからないんだけども、戦略として今みたいな本当に世の中に目新しいものをヒットさせていくってなってくるとどうしても PR 戦略必要になるんですよ。認知を取りに行かなければいけないんですよ。 iPhone の時もそうだったんですね。今言った知っている電話、はい、ね、そしてミュージックプレイヤー2つくっつける、うん、なんかすごいものができた、うん、だけどイメージ湧かない。そこで何をしたかっていうと大々的にスティーブ・ジョブズはプレゼンテーションしたわけじゃないですか、はい、広告もガンガン打ちましたよね、うん、そしてテレビ CM なんかも使って一気に認知を取りに行きました。だからもう完全に大手の戦略なんですよ。別にいいですよ、広島風、ね、お好み焼き、さぬきうどんを作ったって別にいいと思うんですけど、そのための戦略としては、はい、PR 戦略というものをやらなければいけないし、うん、中小企業や個人企業家にとっては結構難易度が高いマーケティングをしなければいけないと。じゃあ今難易度が高いと話をしましたが、中小企業とか個人企業家における最初のコンセプトメイキングのゴール、これは一体何かというと、私はいつも言ってるんですね、広告で売れるかどうかっていうのを一つのポイントにしなさいって言うんですよ。広告で売れるか、広告で売れるかどうか。広告と PR ってもうもはや別物なんですよ。 PR ってのは認知を取りに行くんですよ。認知を取りに行くもの、はい、で広告っていうのは例えばメタ広告とか Google の広告とか、いわゆるまあチラシも含めて皆さんがまあ見たことがある、チラシで見て読んでこれなら欲しいと思ってすぐ買う、つまり脳に対してダイレクトな欲求を引き出しているものがいわゆる広告になるんですね、うん、言い方を変えるとやはり一目で見て分かって何の商品何のサービスでどんな変化が起きてどんな問題を解決してくれるのかって分かる、分かるから広告で初めて見たものであったとしても買いたいというふうに思うわけなんですよ。コンセプトを作るときに私はいつも聞くんですね、じゃあそのコンセプトいいと思うんだったら一回広告かけてみてくださいと、もうそれで反応分かるからと。痛いコンセプトメイキングを作ってる人はまあおそらくですね100人見ても1000人その広告を見ても誰も買わないっていうのが分かると思います、うん、まあイメージがつかないんだったらば、まあ、皆さんが作ったその商品とかチラシで印刷して試しにですね街中で配ってみると反応が分かりますね。実際はその配り先とかもターゲット絞った方が反応が高いんだけど、まあ、それはもう抜きにして、はい、まあ、いろんなところに配ってみてみんながどう思うか、はい、痛いコンセプトメイキングを作ってる人ってのはその串足を配った時に多分もらった人はねんって首をかしげるはずなんですよ。これなんだろうと、うん、何かの怪しい勧誘かなぐらいのことを思われたりするわけなんですね。つまり全然理解されてない、あなたの出しているものは。じゃあなんですけど、ぶっちゃけコンセプトってどう作ったらいいんですか？はい、素晴らしい質問が来ました、ホイミン君ね。まあそう思うでしょ、はい、どうやって作ったらいいんですかと。その回答に関しては過去の動画でコンセプトメイキング完全版っていう動画を出しております。こちらですね、で概要欄の方にも貼り付けしておきますので、そちらのコンセプトメイキング完全版を見てもらいたいんですが、今日一応おさらいも含めて、そしてこの動画から見てる方もいらっしゃるので簡単なポイントだけね、ここでも公開していきたいと思います。じゃあまず一番最初にですね、質問していきたいんですけども、実は皆さんが物とかサービスを買ってるとき、ホイミン君、はい、いいですか、はい、彼らは、はい、物やサービスを買ってません。ちょ冗談言わないでください。いや冗談じゃないんですね。彼らはですね、物やサービス、まあ皆さんも商品買いに行ったりするでしょ、はい、その時にその商品買ってないんですよ。買ってますいや本当に。じゃあ何を買ってるのかというと、実は役割を買ってるんです。役割その物とか商品そのものを欲しくて買ってるんじゃなくて、うん、それを買うことによって
得られるいい変化であったりとか、いい未来を買ってるんです。だから例えばすごく痩せるサプリメントが売ってたとしましょう。はい。ホイミン君。はい。よーく考えてほしいんだけど、サプリメントという単体を見たときに、うん、その商品、そんな好きですか？ちょっと待って、好きかどうか、どっちでもない？まあ、どっちでもないよね。はい。そもそも好きかどうかとか、別に今、痩せてて、ダイエットする必要じゃない人から見たら、はい、別に欲しくないよね。うん、いらない。買う人は、太っていたり、今、痩せないってことに問題を抱えてる人だよね。はい。その人もその商品が好きですかって聞くと、いや、好きでも何でもないですと。うん、じゃあ、なんで買うんですか？好きでも何でもないんだったら、いや、それを買うことによって、痩せるといういい未来や、いい変化っていうものがあるから。じゃあそれってその商品を買ってんじゃなくて、その商品の持つ機能性や役割を買ってるってことですよね。だからなるほど。任天堂のスイッチがあります、はい、任天堂のスイッチの役割は何ですか？スイッチゲームをすること。ゲームをすることですよね、はい、でゲームをしたらどんないい変化があります？楽しかったり気分転換になったり。はい、でそうです。だからスイッチを買う理由っていうのは、はい、単純に楽しかったりとか刺激が欲しいとか、うん、あるいはそれを持つことによって友達と仲良くなれる、ゲームができるといういい未来、いい変化、うん、その役割を買ってるわけなんですよ。はあ。つまりまずコンセプトを作るときに、モネやサービスを売ってるのではなく、そのモネやサービスによってどんな役割があるのかってことを考えていかなきゃいけないんですね、うん。じゃあその役割とは一体何なのかって話をしたら、人はいい未来を待っている、いい変化を求めている。言い方を変えると、人はですね、今何かしら不満とか問題を抱えていて、その変化が欲しいということになるわけなんですよ。先ほどのスイッチの例で言うと、そのスイッチがなかったらどんな問題とかどんな不満があるか。例えば友達と遊べない、スイッチがなかったら友達と遊べない、この退屈な日常を変えることができない、だから僕は任天堂スイッチが欲しいんだ、お母さん買ってくれよ、これがなかったら友達にもいじめられちゃうんだ、スプラトゥーンっていうものがすごく流行ってるんだよってなるわけだよね。時代はちょっとスプラトゥーンからかなり変わってしまいましたけども、そのように友達がみんなやっているから取り残されるという問題が発生してる、だから買ってほしいになるでしょ。はい。役割は何ですかっていうと、仲間外れを防ぐとか、うん、仲間外れを防いで友達と仲良くなるとか、まあそういう役割があったりするわけなんですね。ということは、何を元に作るのかというと、全てのコンセプトメイキングっていうのは何かしらの問題とか悩みの解決なんですよ。悩みとか問題の解決って言いましたけども、皆さんが何か作るってなってきたら、間違いなくですね、自分たちのこの商品やサービスはどんな問題を解決するのかと考えなきゃいけないんですね。だこのような話をすると大抵出てくるのがですね、でもね、リュウ先生、お客様の問題って言われてもピンとこないんですよっていう方はですね、問題という言葉を違う言葉に変えてください。例えばお客様の悩み、お客様の悲しみ、悲しんでること、お客様が苦しんでること、お客様の不安って何ですか、お客様が不快に感じてることって何ですか、お客様が不満って思ってること、お客様が不便と思ってることは何ですかというふうに、まあ問題という言葉を置き換えて考えてみれば、まあ結構出てきたりしますね。ここまでの話をまとめさせてもらうと、まあとにかく商品サービスは何かしらの世の中の問題解決、お客様の問題解決につながらなければいけないんですが、ここでポイントなのは、先ほども言いました、この問題の解決をしている人が他にもいるかどうかなんです。これは釣り堀と釣り師の関係、うん、ね、さっきの、まあ、アンパンを作りますってなっても、いやもうアンパン屋さんいっぱいあるわってなってきたら、うん、ライバルだらけで勝てない、うん、だからこの問題を解決しようとしてる人が周りにどれだけいるのかをまず皆さん考えなきゃいけないんですよ。もしいたとしたら、この問題解決する人は他にもいるんだけど、まだまだ求めてるお客様がいるかどうかっていう、このクエスチョン、あなたのやってることはもうすでに他の人もやってるけども、それをまたやったとしてもまだまだ需要があると。まあ分かりやすく言うと、いつかのマスクですね。マスク。マスク。ね。コロナが起きました、はい。マスク。もうみんな問題抱えてた、はい。感染したくない。だからマスクというものを、もうみんな右から左へもうみんなマスクバン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 作るでしょ。その度に売り切れていくでしょ、うん。あれはすごい分かりやすい。解決する人がいたとしてもまだまだ需要があったという話なんですね。この需要と供給、欲しい人と提供する人のバランスっていうのは常に意識しなければいけない。その上で次のステップはベネフィットですね。ベネフィット。もうここも入ってるかどうか。ベネフィットっていうのは重複するんで簡単に言いますけど、商品サービスを手に入れることによってどんな変化があるのかってこれだけです。人は変化を求めてます。じゃあ先ほどのマスクだったらば、はい、どんな変化あります？感染防止できる。っていうふうに皆さん思ってたわけなんですね、はい。実際はどうかちょっと置いときますけども、マスクをすることで感染率が下がるという変化が起きる。変化が起きるから人は買いましたという話になるんです。はい。だけどですね、ここで大きなね、また問題が出てくるんですね。うん、じゃあマスクの話を思い出してください。みんなマスクをどんどん売ってきました。はい。
さあもうみんなマスクがだんだん買うのが当たり前になってきて、供給する側が多くなってきた、ね、はい、もうマスク作る人めちゃくちゃ増えてきましたよと、はい、そうなった場合その次に起きたことがあるんですね、はい、何が起きたと思いますか、ホイミン君、皆さんも考えてみましょう、はい、大量にマスクが在庫が余りまくった、はい、余りまくりました、余りまくった結果どうなった、廃棄ですか、早いよちょっと値下げですか、あ、値下げもそうだよね、値下げもありましたね、はい、ちなみになぜ値下げが起きるかというと、今から言うあることをやってなかった、うんうん、コンセプトメイキング作る上でもめちゃくちゃ重要なある要素が入ってなかったマスク屋さんはもう値下げをするとか廃棄するしかなかったんですよ。じゃあこのあること、コンセプトメイキングにおいては今から言うこのあることがですねめちゃくちゃ重要になります。じゃあこのあることって何ですかっていうと、斬新性なんです。斬新性、マスクが増えてって、うん、そこからマスクのバリエーションって増えると思いません？めちゃめちゃ増えましたね。普通のマスクじゃなくておしゃれなマスク出てきたりとか、はい、マスクって呼吸が苦しい、これ問題じゃないですか、はい、呼吸が苦しくないマスク出てきたりとか、うん、逆に他のマスクよりも普通のマスクだったらウイルスを防げるか不安だという声もあったので、もう絶対ウイルス除去みたいな、すっげえこうウイルスを除去することに特化したマスク出てきたりとかっていうバリエーション増えませんでした、はい、増えました、はい、そうなんです。斬新性っていうのは目新しさなんですよ。もう似たようなライバルだらけの中で、はい、さらにみんな掘っていきます。何を掘るのか、そこで出てくる問題なんです。新しい問題出てくる。最初はウイルスが来て、そのウイルスを防ぐためにマスクを作っていました。でもそのマスクっていうのはみんなも作り出しました。じゃあそこでさらにね深掘りします。呼吸がしにくい、おしゃれなマスクってどこにあるの、僕このマスクダサくてつけたくないとか出てきたものをどんどん解決する。そうするとバリエーションが増えていくわけじゃん、はい、さらにはもうこんな声もありますね。マスク使い捨てだともったいない、洗えるマスク出てきました。というふうに次々とこの目新しいものが生まれていった。でこの根底っていうのは、似たような商品サービスが出た時にさらにもっと深掘りをするっていうのがあるんです、うん、まあ、最近の事例でこのマーケティング侍でも話をしたのが、島村の脱げにくいスリッパですね。ありましたね。もう見た目は普通のスリッパだけど脱げにくいっていうことで大ヒットですよ。スリッパっていうのはね、まあ、今までもたくさんあったんだけども、その中でもみんな密かに思っていたのが、なんか脱げやすくて嫌だみたいなことがあったわけなんですね。その脱げやすくて嫌だっていうのを解決したのが島村さん。100万足以上が一気に売れて、もう大ブームね。デザインで売ってんじゃない。もう脱げにくいというこのワードだけで売った。みんなが求めていた。でも誰も作ってなかった。もう一人勝ちです。最強のコンセプトというものは一体何ですかということを言われたらですね、みんなが求めてるのにもかかわらず誰も作っていないというこの唯一無二性なんですよ。みんな求めていて誰も作ってないから、僕が作りました、私が作りました、しかもそれみんなが一目でわかるっていうのを発掘するのがコンセプトの第一歩なんですね。コンセプトメイキングというのをもう一言で言い表すんだったら、私はもう発掘作業だと思ってます。分かってない人っていうのは、コンセプトメイキングっていうのをクリエイティブ作業だと言ってるんですよ。おー。クリエイティブな発想でいろいろなんかもうこういいアイデアをいっぱいくっつけたらすごい面白いものができる。これコンセプトじゃないんですね。コンセプトっていうのは発掘作業をやって、最後の切り口の部分がクリエイティブなものが確かに必要ですよ。ただ原則は発掘作業なんですよ。なるほど。だから痛いコンセプトメイキングをしている人は何一つ発掘しないで自分の感覚だけで作ってしまっているというのは、これはまあ痛いコンセプトメーカーですね、うん、結局のところ認知を取っていかなければ勝てないっていうすごく重たい展開に自ら持っていってるという話になります。いろいろ分かったんですけど、やっぱ僕、うん、痛いコンセプト作っちゃう側になりそうで、まあ、でしょうね。ここまで様々な理屈を話しましたけども、はい、これがね、痛いコンセプトメイキングをする人っていくら理屈で説明しても、はい、おそらく痛いコンセプトを作っちゃうんですよ。そうです。もうなんか癖なんでしょうね、うん、もう発掘作業だと言ってるのに発掘をする気がないという人たちが一定数いるわけなんですね、はい、じゃあもうどうしたらいいかっていうと、私はですね、もうコンセプトメイキング困ったらどうするか、はい、結論、質問をしろで終わってしまいます。質問をするんです。はい、質問です。そのコンセプトが正しいかどうかっていうのを理解するための9個の質問があるんですよ。ほう。この9個の質問っていうものに答えていってちゃんと回答ができるんだったらば、少なくともそのコンセプトを作る上での過程というものはクリアしてますね。じゃあその9個の質問っていうのは一体何なのかというのは、それがこちらになります。
ということで、今出した9個の質問をですね、まあ、チェックしながらですね、一個一個質問に回答していけるのであれば、皆さんはですね、痛いコンセプトにならずにですね、自分たちのこのアイデアとかをちゃんと売れる商品サービスに作り変えることができるんですね。とはいえですね、今画面に表示していたものをメモするの結構大変だった方もいると思うので、こちらですね、テンプレートして皆さんにプレゼントしようと思います。まあ多分そっちの方が早いんでね。今一生懸命一時停止してメモしようとした人もいると思いますけども、ダウンロードできる形にしております。ダウンロードの方法としましては、こちらマーケティング侍の概要欄にあるマーケティング侍公式 LINE に登録していただけると、このような形で補足資料っていうのですぐダウンロードできますので、まあ今回出たね、9個のメッセージを PDF でいつでもダウンロードして使えるようになっておりますので、ぜひマーケティング侍の公式 LINE 登録しておいてください。ちなみにこのマーケティング侍公式 LINE に登録するとですね、今回使われているこの9個の質問以外にもマーケティング大百科というですね、初心者、中級者、上級者までわかるマーケティングの本、100ページ以上にね、わかるマーケティングの本と100種類を超えるマーケティングのツールやテンプレートなんかもお渡ししてますので、この機会にですね、ダウンロードしてマーケティングに使える様々なツールとかを使ってみてください。今回は痛いコンセプトメイキングをしている人が多いということで、何が間違えているのか、痛いコンセプトメイキングは一体何なのか、それをどうやって突破したらいいのかという話をさせていただきました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価、そしてシェアの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、先生、今日もありがとうございました。 いやーなんかコンセプトメイキング改めて、もう当たり前ですけどちゃんと考えないといけないなと思って。まあそうだね。はい、さっきおっしゃってた9個の質問のテンプレートでしたっけ、うん、あれダウンロードして使ってみようと思うんですけど、成長っていうところでいくと僕まだできなさそうな気がしてて。まあそうだね。実際ね、やっぱりこうコンセプトメイキングとかってどれだけ教えても、はい、やってってそのズレが発生するからなかなか修正されないね。難しかったですね。でもマインドセットの方から教えていただけると嬉しいんですけど。マインドセット、はい、あでも重要かもしれない。特にどうしてもね、いくら教えてもできない人っていうのがいるんだよ、うん、例えば絞りなさいっていう話をしても絞りたくないとかっていう風になる方もいらっしゃったりするんですね。特にこう01とか起業したことがない人であったりとか、新商品サービスをヒットしたことがない人たち、これ共通しているポイントって何なのかなと思った時に、大抵がですね、ものすごく我が出てる人が多いんですよ、まあ、つまり自分のやりたいことを中心で考えてますみたいな、こういうサービスを出したいで、こういう商品を出したいっていう風な気持ちが先行しちゃってるタイプで、もちろんですけどそれでもね、当たってしまう場合もあるんですね、うん、まあでも本当にそれこそ言ってしまったら、鉱山とかをね、つらしで掘ってたらたまたまダイヤモンド出てきましたみたいな、やっぱギャンブルになるんですよ。そういう発想もありだと思いますよ。別にそれもスタイルなんでいいと思いますが、でも実態を言うと、なかなか掘っても掘っても掘ってもなかなかダイヤ出てこない、つまり当たらないっていうのが現状だったりするんですね。特に01の人は多いですね。私がやりたいことがあると、私がやりたいことを叶えたい。でも毎回ね、私自身言ってるんですけども、自分がやりたいことを叶えたいというよりかは、結果が出る人っていうのはこの我を消して、世の中の人たちが求めてることにちゃんとフォーカスをしてあげることから考えなきゃいけないんですね。もう自分の我を出して、やりたいことイコールそれを世の中に受け入れてくれっていうのは、それはちょっと我が強すぎませんかっていうのは私はありますけどね。特に私なんかはですね、やりたいビジネスって次々浮かんでくるんですよ。ただやりたいビジネスは多数あっても、それが受け入れられる可能性が少ないものっていうのは、もちろんリスクだなって考えてます、うん、ちゃんとこの辺のリスクとリターンっていうのを考えた上でチャレンジするんだったら全然ありなんですけど、うん、でも面白いのがね、なんか01の人って自分のやりたいことがあって、それが成功するっていう幻を持ってるんですね。幻と幻想が好きな方々がちょっと多いのかなっていうのを思いますけどね。まあそれこそ成功哲学の本なんかは、やり続けたら成功するって書いてる本が多いんですよ、はい、これ半分事実で半分間違いなんですね。なぜならば、同じことをやり続けても成功はしないんです。やり続けたら成功するんじゃなくて、はい、そこに PDCA があったりとか、うん、何が間違えてるかっていうことをちゃんと認識した上で改善できるんだったら成功できるわけですよ、うん、そうなってきたら大抵の場合、自分がやろうと思っていたことと世の中が欲しいと思っているものは違うっていうことにたどり着くはずなんですよね。その瞬間に切り替えて、じゃあ世の中の人たちが何を求めてるのかってことを考えていくように
切り替わるんだったらば成功するだろうなっていうのは思いますね。でこういうことができませんよと、我が強いですとか、まあ、もっと言うとお客様の気持ちっていうのがわからないとか、マーケッターに必要な能力っていうのは主観じゃなくて客観性なんで、客観的に見てそれは当たるのか間違えてるのか、自分の商品でも客観性を持ちます。でもそんなものが持てないってなってきたら、じゃあどうすればいいのか。もうその場合はですね、自分自身で全部考えるっていうよりかは、できる方と組んでみるのはお勧めしますね。例えば自分たちのビジネスと近いことをやっている先輩であったりとか、うん、あるいはまあマーケッターの方であったりとかの意見を聞くなりしていって、うん、そこで素直にその意見を受け止めるっていう姿勢はものすごく重要なのかなと思いますね。まあ、特に何も商品が当たってないっていう人は、この素直に受け入れるっていうスタイルがない方が非常に多いというふうに私は思ってますね。その根底はやっぱ自分がやりたいことをやりたいからやり続けた成功するというですね、一見正しそうに見えて間違えてるマインドセットを持ってるからっていうふうに私は考えてますよね。私も継続の鬼なんですけど、まあ、いろんなことをやり続けるタイプなんですが、必ずその過程には PDCA、 そして変化っていうものを常に持ちながら、何が間違えてるのかっていうのを日々反省してやり続けてるので、間違えたことを分かっててもやり続けるっていうのはある意味何かね、マインドに問題があるんじゃないかなと思いますね。なんかさっきの話聞いたらちょっと僕悟り開いちゃったんですけど、悟り、はい、僕が毎日、ま、街中でママになってくださいだったり、僕の彼女になってくださいって叫び回ってるんですけど、そうだろ、ちょっとやめてほしいんだけど、ディスブランディングだよこのチャンネルの、やめろ